ヒヨドリオ城は、鳥取県鳥取市田松に存在した、日本の城。稲葉武田氏の拠点の城の一つ。天文年間に、稲葉三名宇治家新の武田国信によって、築城されたと伝わる。その子息、高信の第二は、高信の弟、武田又三郎が上司として入った。武田氏は、永禄六年の三月頃より、守護、山梨に反抗し、 同年12月には、伏せ天神山城より、山内豊か数を退却させるなど、稲葉国における優位な地位を築いたが、元気天正年間の初めから山名報告、山中高生の軍勢に侵入され、A62 年の足屋城の戦いでは、城主の武田又三郎が討ち死に、一連の争いで、大きく勢力を衰退させた。天正元年月の古式山城における、 他のも崩れ以後、武田隆信は、三名、天子軍に包囲された、鳥取城から退去し、失意のうちに、日踊りお城に戻った。しかし、日踊りお城からも、天正三年三月には、山名報告によって追放され、隆信は、田島国の縁や高木を頼ったが、毛利氏からも見放され、天正四年、第二次にて暴殺された。武田氏の追放後の日踊り城は、 天正3年5月に毛利法の武将、山田重直が在番していたことが確認されるが、間もなく廃場になったと思われる。標高268メートルの山頂部に位置し、山陸の東側には地図街道などの主要交通路が通っている。鳥取城と連携することにより、南稲葉を睨むことのできる戦略的拠点であり、天正3年には鹿児島への帰路、 付近を通過した島津家久の日記に登場するなど、稲葉を代表する城の一つとして認識されていた。山頂部の四角は20メートル40メートル、その南西部には小極林が設けられ、その下には10メートル37.5メートルの長方形のクルワと鬼を遮る掘り切り2本などが配置されている。北東部には二点4メートル四十メートルのクルワと帯クルワが、 その奥には二段構成となっている12.5メートル67メートルの車、東部の街道側にも車群が存在する。なお、現在上へはこれら東部の車群に沿って遊歩道が設けられている。鳥取市の指定文化財、登録文化財鳥取市公式 HP ハット、中小化久君ご状況日記。日記によれば、島津家久一行は、天正3年6月18日、 日よどりお城付近を通過しており、18日朝、稲葉山とて、松山ゆその前に鳥っり、山とて、上遊、また左の方に遠く日よとり、おとて、上遊と記されている。ありがとうございます。